皆さんの家庭には様々な家電製品があります。これらの家電製品、壊れたり交換したものはリサイクルされているって知っていますか？平成13年4月1日から本格施行された家電リサイクル法。テレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機など家電4品目は使い終わった場合、販売店が引き取り、メーカーがリサイクルする決まりになりました。各家庭で使い終わった家電製品は販売店が引き取り、指定引き取り場所と呼ばれるところに集められます。使い終わった家電製品はさらにここからリサイクル工場へ運ばれ、新しい商品や資源として生まれ変わるんです。一体どのように生まれ変わるのか、とちまるくんと一緒にリサイクル工場を探検しに行きましょう。ここは栃木市にある家電メーカーの製造工場。その一角に使い終わった家電製品をリサイクルする工場があります。ここでは栃木県をはじめ近隣7県の指定引き取り場所で集められた使い終わった冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビが集まってきます。大勢の人と最新の機械を使ってリサイクルを行っています。家電のリサイクルはどのように行われているのでしょうか。冷蔵庫を例に見てみましょう。リサイクルする製品は最初に重さを測ります。重さを測る理由は、リサイクル処理する前の重さと処理した後に資源として取り出した分の重さを比べることで、その製品がどのくらいリサイクルされたかを知るためです。そしていよいよリサイクル処理がスタート。まずは手作業で冷蔵庫の中のプラスチック部品などを取り外します。次に冷蔵庫を冷やすために使うコンプレッサーを取り外します。冷蔵庫に管のような機械を取り付けていますね。一体何の作業でしょう。昔の冷蔵庫ではフロンガスを使用しています。そのフロンガスは大気に放出してしまうとオゾン層破壊、地球温暖化等環境にとても悪いです。そのために専用の回収機を使ってこのボンベに回収しています。この工場ではフロンガスをそれぞれ種類ごとのボンベに回収しています。さらに断熱材に使われるフロンガスもすべて回収します。回収したフロンガスは専用システムにより24時間体制で管理を行っています。前処理分解された冷蔵庫が今度は洞窟のような穴の中へ吸い込まれていきます。ここは冷蔵庫を小さく細かく破砕処理する場所。機械の中ではまるでミキサーのように回転しながら冷蔵庫が細かく破砕されます。粉々になった冷蔵庫はその後材質ごとに選別されます。これは磁石の力を使って鉄だけを取り出す吊り下げ自転機。これは色で選別できる機械でアルミと銅を分けることができます。こうして取り出された鉄や銅、プラスチックなどは燃料としての利用も含めるとほとんどがリサイクルされています。特に先ほど種類ごとに取り出していたプラスチック部品は粉砕した後、
同じ敷地にある生産工場で新しい家電製品の部品の原料として使用されています。当社は全国で唯一の生産工場と同じ敷地にあるリサイクル工場ということで、リサイクルしやすい製品の開発にも挑戦しております。天然資源が減少していく中で、今後も限りある資源の有効活用に取り組んでいきたいと思います。使い終わった家電製品はこのように分解分別しリサイクルされています。大切な資源を無駄なく有効に使うために家電リサイクル施設は大きな役割を担っています。